柿田川は、静岡県寸東郡清水町にある郊外型、ショッピングセンターである。大東防職が、自社工場跡地に建てた複合型ショッピングセンター。ホームアシストを核とする。サントムーンとは、サントムーンの意である。オープン当時は、太陽の国ゾーン、ガツの国ゾーンの二つから成り立っていた。増築とリニューアル後の現在では、セントラルコート、太陽の広場、 ガツの広場の三つの名称が付けられている。ゾーンによって床の色が違う。全体として太陽の広場は赤、月の広場は青とグレーを基調とした配色。セントラルコートは肌色と黄色と青の床になっており、模様も違う。閉店したサンテラス寸島の跡地にサントムーンアネックスとして2008年5月2日にエイデンカ北川店がオープンし、 同年9月19日のグランドオープンでは、1階西側に、静岡県最大級のユニクロか北川店、3階には、専門店8店がオープンした。リニューアルオープンなどにより、店舗数は102店舗となる。ベイドリーム清水がオープンするまでは、ホームアシストは、県内最大級のホームセンターとなっていた。サントムーンアネックス県内最大級の映画館、シネプラザ・サントムーンがある。 2020年3月10日に新館サントムーンオアシスが開業した。ショッピングフロアを休業とし、一部テナントの営業を行う場合がある。店内全館が休業日となる。休業時の扱いは大抵どちらかになる。詳細は公式サイト等で確認されたい。過去において、月1回に定休日を設けることがあった。現在、施設点検等での休業は、 おおよそ半年に一度程度から35.5億円で取得した。同年度中に取得した土地の北東部分約19,900平方メートルを大和ハウス工業に16.6億円で譲渡した。大和ハウスは取得した土地を75区画の小建分譲地フローラルアベニューか北川として開発、販売中。それに伴いバス停、大東つむぐ前は、 フローラルアベニューかきた川に解消された。2007年7月、立体駐車場がオープンし、9月には先日のホームアシストが北側に増床移転、一部テナントも移動。11月に移転前のホームアシストがあった場所に新たな専門店街がオープンした。子育て支援センターもオープンした。また、ユニーサンテラス、寸当閉店に伴い、 テナントのサントムーンへの移転も行われている。1階のホビークラフトとシーベレットがサントムーン専門店街にもオープンし、ユニー閉店まではサントムーンとサンテラス寸島の両方に存在した。3階の旅行代理店が2007年12月1日にサントムーンシネマ館に移転した。幼児教室もユニー閉店前にサントムーンに移転した。大統合株式会社は 2018年3月28日に2018年4月からカーサやスベンがあった場所に3階建て新棟を増築する計画を発表した。同時に現在営業中の本館とアネックス館を新館と結び相互が行き来できる連絡橋も新設し、新たな立体駐車場も新設されることになった。まず営業中のカーサ寸東店とスベン三島店を2018年9月2日に、 閉店し、2018年10月11日に、カーサス運動店は、ホームアシスト内の自転車売り場のあった付近を改築し、リフレッシュオープンした。スベン・ミシマ店は、ホームアシストの駐車場に新設し、リフレッシュオープンをした。2019年7月24日の、プレスリリースにて2019年9月頃に新館と立体駐車場と連絡橋が竣工し、 オープンは2020年3月中旬と発表された。ありがとうございます。